にちは。株式会社豊臣商品企画室の中村です。今回は実践編ということで、前半の方ではですね、実際の使用方法をご紹介して、後半の方ではですね、どんなシーンでお楽しみいただけるかといったことをご紹介できればと思います。はい、こちらにですね、リフルがございますが、リフルはアルカリの炭酸乾電池4本が必要になってきますので、事前にセットして用意してください。こちらはもうすでに入ったものになっております。本体のこのガラスフードをまずは取り外していただきます。そしたらですね、専用の燃料がございますので、こちらの燃料をですね、この本体の中のくぼみのところにですね、セットしてください。そしたらですね、こちらのガラスフードを戻していただいて、セット完了になります。はい、そしたらですね、リフルを手で包み込むように覆っていただいて、こちらのタッチスイッチに触れていただくと、着火して炎が立ち上がってきます。リフルはですね、この包み込むようにして点火していただくという動作もポイントでして、この本体の下の部分はですね、国産の天然の山桜の木から削り出して作っております。なので、この包み込んだ際にですね、木の感触等も楽しんでいただけたら嬉しいです。また木目もですね、それぞれ違いますので、オンリーワンのものになっております。はい、それではですね、実際に点火していきたいと思います。タッチスイッチに手を触れていただくと、中のヒーターが赤熱して前に出てきますので、そのまま5秒から10秒ほどお待ちください。でするとですね、火が立ち上がってきますので、火が立ち上がってきたら、タッチスイッチから手を離していただいて構いません。炎がですね、燃えっぱなしということはなくてですね、15分ほどしたら自然に消えます。もし途中で、火を消したいなというふうに思った時はですね、こちらの付属の、消火蓋をご利用ください。消火蓋をですね、上からかぶせるようにして10秒から20秒ほどお待ちください。待っていただいたら、ゆっくりと蓋を上げていただいてですね、しっかりと消火ができているか確認してから、取り外してください。消火をした直後はですね、この先端部分が大変熱くなっておりますので、よく注意してくださいね。はい、続いて、リフルの楽しみ方になりますが、まあ、なかなか、お家の中で火を眺めるということをしにくいですよね。まあ、暖炉や薪ストーブなどでもですね、楽しんでいただくことはできるかと思いますが、もっと手軽にですね、火を眺めて楽しんでいただければなと思って、リフルを作りました。実際にですね、火を見ていただくのが一番なんですが、本当にあの火っていうものをですね、見ていただくと、まあ、心が落ち着いてですね、本当にいいんですよね。まあ、忙しい方々にもですね、今いつもと違うちょっとした癒しということですね、特別な15分を、まあ、体感していただければなと思います。例えば会社でのミーティングなどでもですね、リフルを使っていただくと、リラックスモードでディスカッションが進んで、オープンでラフな雰囲気が作っていただけるかなと思います。女性の方などはですね、家でよくセルフケアやお肌のお手入れなどをすることが多いかと思いますが、リフルをお使いいただいてですね、心のケアも一緒にしていただければなと思います。ヨガやストレッチをする方はですね、リフルを使っていただいて、より心を落ち着かせることができますし、逆にそういった習慣がない方々はですね、リフルの15分という時間を利用していただいて、瞑想などをする習慣を作ってみてはいかがでしょうか。他にはですね、皆さんご家族で一緒にリラックスをしようという機会はございますでしょうか。例えば食後にリフルをご使用いただいてですね、コーヒーなどとともに火を眺めてみてはいかがですか。実際にですね、弊社の社員の中には夫婦で使用してみたら、普段よりも会話が弾んで、なかなか普段話さないようなことも話せたりして、いつもよりコミュニケーションが取れたよっていうような声もありました。また最近では寝る前までスマホを触ってしまい、寝つきが悪くなっている人もいるのではないでしょうか。就寝前の15分、スマホを眺めるのではなくてですね、リフルを使いいただいて、火を眺めながらリラックスしてみてはいかがでしょうか。さて、実際にですね、リフルをお楽しみいただくシーンをいくつかご紹介いたしました。皆さんも日常の中でですね、火を眺めるという習慣を取り入れてみてはいかがでしょうか。はい、ということでですね、以上で今回の実践編は終わりとなります。次回はアロマ編です。
ぜひそちらもご覧になっていただければと思います。専用の燃料は、トヨタミの販売サイトトヨタミホームプラスで販売しております。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご利用ください。リフルをですね、いいなというふうに思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録等をよろしくお願いいたします。他にも、インスタグラム、フェイスブック、ツイッター等で、日々様々な情報を発信しておりますので、そちらも合わせてフォローなどをしていただけたら嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。